はい、皆さんこんばんは。2021年8月19日99日目ビットコインチャート分析21時半、コインベースが日本に上陸しました。コインベースグローバルの日本法人であるコインベース株式会社は19日大手暗号資産取引所コインベースをローチンすることを発表。現時点ではビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ステラルーメン、ライトコインのみとなっておりますが、今後さらなる期待はできると思っています。これは仮想通貨にとっては良いニュースであります。それではチャート分析に入っていきたいと思います。こちら時間足となっております。直近の高値から意識されておりました青色のサポートライン、ここを下抜けしまして、短期では下落トレンドに入っております。しかしながら一旦反発は見せましたが、やっぱりここサポートできずにダウントレンドとなっております。こうなってきますとオレンジ色の平行線$43,800あたり、ここでサポートできるか、非常に重要なポジションとなってきました。 MACD も同じくデッドクロスしまして、一旦ゴールデンクロスしましたが再びデッドクロスとなっておりまして、やっぱり下げ優勢のチャートとなっております。 RSI は底打ちしておりますので、上昇してきそうな気配もしますので、短期的には上昇するようなチャートとなっております。4時間足で見ますと明確に上昇トレンドを割っちゃいまして、今現在下降の平行チャンネルが完成しました。やっぱりこのオレンジ色の平行線、ここを下抜けすると本当にさらなる下落ありそうなので、ここなんとかサポートで聞いてほしい価格帯となっております。4時間足の MACD は下落トレンドとなっておりまして、まだオレンジ色と青色の幅も広い状態となっておりますので、まだ下がりそうなチャートとなっております。 RSI はディストラですね、ディセンディングトライアングルの形をしてますので、下落トレンド中となっております。最後に日足になります。ご覧のような形で下落はありますが、青色がサポートと聞いて上昇トレンドとなっております。しかしながらここを明確に下抜けすると$37,000あたり、ここまで下落する可能性はありますので、今現在の価格帯が非常に重要なラインとなっております。 MACD は上昇トレンドからデッドクロスしておりますので、こちら日足でもダウントレンドとなっております。 RSI は 70% 近くまで上がっておりますので、前回の上がりラインが 50% あたりなんで、同じ価格帯まで下がってきておりますので、一旦反発ありそうなチャートとなっております。最後に今後の戦略ですけど、このやっぱオレンジのライン、ここを下抜けすると下落トレンドとなってしまいますので、ここでポジションはゼロか減らしておくのがいいと思っております。逆に現物やロングのタイミングはこのもみもみしている青色のラインですね、$45,000を超えたらコツコツと買っていきましょう。そして下落の平行チャレルの上値、ここをブレイクアウトすることができれば、さらにロングを追加していきましょう。落ちるナイフを掴むのは非常に怖いので、順張り投資で頑張っていきましょう。投資は余剰資金、自己責任で頑張っていきましょう。ではまた明日、バイバイ。